アクネと泉との交流がさらに深まり、新たな活動が行われることが期待できます。つながる泉、アクネ、長島の医療、救急医療、高度医療の充実に貢献します。農産物を新鮮なままで消費者に届けることが可能になり、和泉市と阿久根市がさらに発展することが期待されます。高速道路の開通、おめでとうございます。高速道路を利用してたくさんの人が来てくださると嬉しいです。物流時間が短縮され、より新鮮なものをお届けすることが可能になり、物流網の拡大で産業活動への貢献も期待されます。地域住民の生命、財産を守るための迅速な活動が可能になります。